長文中は、中華民国、満州国の軍人。字は低減。布徳高層館管轄区の人。保定陸軍軍艦学校第八期を卒業生。1923年3月、陸軍軍艦養成所騎兵区隊長となり、同年中に、騎兵第12弾昇高団府、騎兵第4旅参謀長を兼任する。翌1924年7月に、国流交渉。 第2旅三軍官となった。1925年2月に、騎兵第5旅参謀長、9月に、騎兵第4旅上皇参謀長、12月に、第8軍上皇参謀と歴任している。1927年3月に、第8軍軍部参謀所長となり、翌年4月には、騎兵第17団団長、12月には、不評第6団団長へと昇進、歴任した。 1930年2月、騎兵第二弾団長に転じている。1931年9月の満州、事変勃発後は、関東軍に降押し、馬戦山討伐などに参画した。同年11月、騎兵第一旅参謀長に任せられ、満州国建国後の1932年4月1日に、国力交渉警備司令部少将参謀長となっている。 同年5月に第一死体司令、7月に、騎兵第一旅少将旅長と歴任し、9月1日に、国旅交渉警備司令部少将司令官に就任した。翌1933年4月1日に、中上司令官に昇進している。1934年7月21日に、第三軍管区司令、1939年に第七軍管区司令、 1942年1月15日に第四軍管区司令と歴任した。同年9月に陸軍上昇へ昇進。1944年4月24日に基地教の公認として自重部官庁に任ぜられた。満州国滅亡後、長文中は官官の罪に問われたとされるが、具体的な処分状況や没年等は不詳である。ありがとうございます。